はい、皆さんこんにちは、ワンダルグループ氏です。今回は機動戦士ガンダム逆襲のシャア、プレイステーションのソフトになりますが、こちらのシャア編のステージ4をプレイしていきたいと思います。私の艦隊は地球の軌道上に浮かぶフィフスルナを目指し発進した。フィフスの格納ズルに火をつけてやれば、この巨大な石ころは地球へと落下していくだろう。一旦落下を開始したら誰にも止めることはできない。我々の艦隊の動きに合わせ、ロンドベルも出撃の命令が下ったようだ。あの中にアムロ・レイがいる。モビルスーツ隊発進、フィフスの格ノズルを死守せよ。ここからサザービーになりますね。フィフスの攻防戦であれば、おそらくアムロはリガズイだと思って、アムロのリガズイとこのシャープサザリーで戦うという展開になると思います。サザリー出ます。サザリー発進。こんなものを地球に落とす。これでは地球が寒くなって人が住めなくなる。核の冬が来るぞ。地球に住む者は自分たちのことしか考えていない。だから抹殺すると宣言した。人が人に罰を与えるな。私、シャア・アズナブルが失敗しようというのだ。エゴだよ、それは。地球が持たん時が来ているのだ。はい、ここからリガズイ戦ですね。このサザビーのビームライフルというか、主兵装はビームショットガンライフルなのかな、 BS ライフルって書いてあるんですけど、弾数もそれなりにあるし、火力もありそうですね。あとはミサイルがあって、ファンデル君が飛ばしました。火力もあるし、なかなか使い勝手は良さそうでした。なんでまたファンデルで足を止めてる間に倒す、攻撃を当てていくっていうのがなんか一番良さそうですね。ちょっとじゃあファンネルが回復するまでは攻撃を使いつつ、しっかりとファンネルが当たったタイミングでは周辺装のビームショットガンライフルだったり、キャノン、ミサイルなんかね、ちょっと当てていけたらいいのかなと思います。ガードはあんまりできないので、ちょっとガードもしっかりしていきましょう。
はい、完勝しましたね。まあ、やっぱりあの最高級のビット攻撃で足を止めている間にミサイルとかライフルを集中的に打ち込むというのが効果的かなと思いました。このルナ2に我がネオジオンの艦隊が投降した後でですか。このアクシスを我がスイートウォーターに移動させるのは、それらの条件を認めていただかなければ和平話はなしですな。アクシスは我々が買い取ったわけですが、アクシスをスイートウォーターに運搬する仕事は我が艦隊にやらせたいのですが。了解です。あのアクシスの移動は装備されている核エンジンがまだ使えますから大丈夫です。昔のエンジンがまだ使える、そりゃすごい。ではゾクブツが、はい、ダメージはゼロで切り抜けました。まあ、気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、実は、やり直しをして 100% のダメージですね。この結果を得ることができています。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。